こっちにとってやろ、本質的ではないことが実は向こうにとっては本質だったりするみたいなことがあって、その齟齬を認識できるかどうかがとても大切なんだと思うんだよね。向こうは総合的な印象で判断をしているわけだよね。つまり行為に直結するのは印象の方であって諸条件の方じゃないんだ。はい、皆さんこんにちは。これから編集長の神野です。北海学園大学の佐藤です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回はちょっとまた仕事術みたいなことに関する話かなと思うんですけど、前回の回でお話しした仕事を獲得するためにはとか、うんうんうん、仕事のリピート率を上げるためにはってお話を前回していただいたと思うんですけれども、そこの多分次の段階に来るところかなと思うんですけど、セルフブランディングを高めるにはどうしたらいいのかっていうところのお話をちょっと伺いしたいなと思っていて、もうちょっと具体的に言うと、仕事を獲得していく、数をこなしていくっていう段階よりかは、自分たちにこう舞い込んでくる仕事のクオリティというか、その質の高い仕事が自分たちに舞い込んでくるようにするためには、どういった見せ方であったりとか、セルフブランディングっていう部分で意識するべきなのか、そこの構造ってどうなってるのかみたいな話を、ちょっとまあテーマは広いんですけど、なんか先生がこう思うことがあればお伺いしたいなとは思っていて、僕の中でもやっぱ突っかかってる部分で気になっているところが、一流のブランディングをできてる人とそこができてない人の差って何かなってなった時に、例えばクリエイターとかデザイナーとかのお話、方とお話ししてる中でも、そこはすごくこう困ってる人も多いし、僕自身も結構今困ってはいるんですけど、なんかこう技術的には横に並べた時にはどっちもこう変わりないけど、舞い込んでくる仕事にすごい大きな差があるっていう、やっぱ実情実態はやっぱどうしてもあって、同じような世界観のアウトプットデザインをしてるにもかかわらず、片方はもう有名なファッションブランドさんとかとのコラボが舞い込んできたりとか、有名なポップアップの話が来る、でも片や街の商店街の話コラボとか、個人とのこうやっぱ予算ない中でのコラボとか、やっぱこうそこで沼からなかなか抜け出せない人で困ってるっていうところがやっぱどうしても見受けられるので、実力実績っていうのももちろん大事だと思うんですけど、実力は大して差はないのにそうなってしまっているっていう構造って、何かこうやっぱどこかで自分の見せ方みたいなのがうまくいってなかったりとか、まあするんだろうなと思うんですけど、そこの実態が何なのかみたいなのがやっぱどうしてもこう分からなくなってしまって困るみたいなことがあると思うんですけど、なんかその辺のそのブランディングの難しさも含めて先生どう捉えてますか。なんかマーケティングとかね、経営学の知識を使うというよりは、どっちかというと実践者としてね、そのリアルに経験的にやっぱ感じるので、その共感するんだけど、例えば私も講演とかで呼んでいただいて、その仕事をするってことがあるじゃない、でその時にじゃあどうやって呼んでもらうのか、仕事をいただくのかみたいなことがあるわけ で、その時にやっぱこっちとしてはさ、話してる内容がいいから呼んでもらいたいし、そこが評価されて呼んでもらいたいんだって思い合いたいところがあるんだよね。ところが実際にアンケートを取ってみたりとか、話して感想を聞いてみたりすると、いや先生の話面白かったっす、内容よく覚えてないけど楽しかったですみたいな、でそれで次も読んでみたいですみたいな話になることが実は結構多くって、でそれどういうことかっていうと、表面的なきめの細やかさがめっちゃ大事なんじゃないかみたいな話ね。つまり話してる内容よりも話し方とか身振りそぶりとか声のトーンとか、そっちの演出の方が効いてしまっていて、こっちにとっては本質的ではないことが実は向こうにとっては本質だったりするみたいなことがあって、その齟齬を認識できるかどうかがとても大切なんだと思うんだよね。例えばすごいさ、クリエイターさんでかっこいいものを作っているコンテンツとしてね、ものがあるのにもかかわらずホームページめっちゃダサいとかね、でそうするとその時点で結構アウトじゃんみたいなこととよく似ていて、だからこっちはもう本質と、相手がその感じ取る本質っていうのは違っていて、こっち側サイドからの言い方で言うと、いわゆる表面的なことなんだけど、その表面のきめの細やかさっていうのが実は相手にとっては一番最初に入ってくる表面見え方なので、
そこをやっぱデリケートにコントロールしないと、その向こう側の本質、こっちが伝えたいことなんて何も見えないよってことだと思うね。だから表面の決めとかもむちゃくちゃなんだけど、いいこと言ってますっていうので評価されたい気持ちあるじゃん、クリエイター側としては、うんうん、こんなねオリジナリティのあることやってんだっていうんだけど、向こうが見るのはやっぱ表面のところから見ちゃうので、いいし意義もあるけどダサいんだよねみたいな話になっちゃうっていうか、そこの細かやかさ、だから表面は実はすごく大事って話なのかなっていう感じはちょっとします。なのでそのスキルとか技術とかとはまた若干違うベクトルというか、うん、ちゃんと自分をどう着飾るかみたいなところも実は大事で、そこもおろそかにしてしまうと、自分自身の価値とか見え方をどうしてもこう安っぽくしすぎてしまうみたいなところがあるのはありますよね。なんかさ、ワイドショーとかのさコメンテーターとかでさ、はいはい、こうでよく出てくる人のパターンをねこう見てると、元県警の捜査本部の人で、はいはい、今はそのスピンアウトして自分で仕事をしてる人が、うん、すごいコメンテーターとして最近見るなと思っていて、うん、で俺それのもう第一要件も完全に容姿だと思うさ、イケメンなのさ、うん、ピシッとスーツ着ていて話ぶりも上手、落ち着いていて優しい感じ、言ってることは普通だし、多分もっとすごいこと言う人はいるんだけど、でも分かりやすい印象があるみたいな、で見た目も OK みたいなね、結局そこで評価されてしまって視聴率上がるって現実があるから、あっちこっちで引っ張りだこのさ、チャンネル関係なくもう出まくってるみたいな感じなのね。でこれを本質的じゃないって切り捨てるのは簡単なんだけど、いや待てよと、実はそれこそが本質なんじゃないのと、つまり俺たちが知りたいことっていうのはそんなに独自性のあることじゃなくって、実は分かりやすいことの方が大事なわけで、そしたら分かりやすさっていう意味での表面ってめちゃくちゃ大事なんだよね。ガサツな表面のものは取りにくいんだけど、滑らかだったら触りやすいよねっていう話なんだよね。そこは実は結構大事っていうふうな、むしろそっちの方が本質なんじゃないのみたいなねことが言えるんじゃないかと思うぐらいだね。逆にそのやっぱクオリティとかっていう、そのやっぱ自分たちのエゴでやっぱ求めたい本質をどうしてもこう磨き続けてしまうけど、そうですよね、うん、外から見た時にどう自分が見えてるかっていうところも、うん、細かにしちゃいけないっていうのはめちゃくちゃ刺さりますね。人が行為するときに印象としての見えで行為をしているのか、それとも具体的な手がかりとしての条件を見て行為を判断しているのかって話だと思うのね。これって難しく言うと人の認知というか見えの順序みたいな、ね、そう、うん、そうすると俺たち的にはやっぱ手がかり、こういう条件こういう条件こういう条件があるからこそいいことなんだって売り込みたいっていうところがあるんだけど、向こうは総合的な印象で判断をしているわけだよね。つまり行為に直結するのは印象の方であって諸条件の方じゃないんだ。だから具体的な条件並び立ててもその具体的な条件って向こうがいろんなものを見てるわけで、例えば俺が言いたい本質的な話っていうのも条件の一つなんだけど、着ているスーツのそのシワがないことっていうのも同じぐらいの重みの条件って捉えられてしまっていて、結果として印象はピシッとした人がちゃんと言ってるみたいな感じだから呼ぶ、いやすごいいいこと言ってるんだけど履いてる靴がダサいから呼ばないとか、なんかそんな風にこうなっちゃう。人は結局印象で判断をして行為する判断をするってことを考えると、手がかり一つ一つを並べ立てただけでうまくいくわけではないし、その意味では隙を作っちゃダメなんだってことね。条件は完璧に揃えないとダメ、一つでも抜けてるとそこに注目されちゃってダサい呼びたくないみたいになっちゃうっていうか、そんな感じもします。当事者としてのいいものとか当事者としてよく見える部分ばかりこう目向けがちになってしまうけど、それをこう手に取る実際の消費者とか、まあ、クライアントとかからしたら、うん、その内部の部分じゃなくて表面的な部分を最初に認知して印象を決めるから、そこの第一印象をちゃんとやっとかないとって話です。いや確かにそこは結構意識しないと沼にはまりそうですもんね。いいものを作ってんのになかなかそれがこう花咲かないっていう人は、そこにやっぱどうしても、うん、ヒントがあるのかもしれないですね。そうだね。そうなんですよね。いや、そうですよね。いや、本当そうです。はい、勉強します。いや、結構大事なので、やっぱりそこは自分たちをどう見せるかとか、自分たちがどう見えてるのかっていうところは。うん。だから、いわゆる格好つけることが大事なんだと思うな。そうですね。うん。うん、いわゆる表面的っていう意味でね。
その格好をつけることがやっぱり印象に一番こう刺さるというか直結してしまうところがあって、同時にその中で言いたいこととかやりたいこととかオリジナリティっていうのを表現したりとか発揮していくっていう感覚が多分ちょうどいい頃合いなんだと思うんだよね。下手くそな人ほど本質主義とか言ってさ、なんかやっぱガサツだけどいいこと言ってるから受け入れてくれみたいな感じでね、こうなっちゃうんだけど、それ買い物としてはいい買い物にならないんだよね、うん、だから相手がやっぱ受け入れられるものとして提供しないとダメなんだなっていう意味では、表面的っていうふうにはちょっと軽視できないよねっていう感じの話なんじゃないかと。質問しときながら僕が一番勉強になりますわ。ありがとうございました。ありがとうございます。本日もご視聴いただきありがとうございました。たくさんのコメントと質問をお待ちしております。ぜひチャンネル登録と高評価の方もよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。